私たち日本はね、豊かだ、科学技術力ある、嘘です。この20年30年私たち日本の国は科学技術、教育についても投資をしていないんです。教育をしていないんです。研究をしていないんです。今私たち日本国が、日本国の研究者がノーベル賞をいただいているのは、その前の投資なんです。皆さん、今現在はやるべき投資を、学問も基礎研究も何にもしてないんです。お隣の韓国以下なんです。皆さん、中国共産党の10分の1、100分の1しか基礎研究、科学技術の基礎研究、学問の研究、投資していないんですよ。皆さん、いつまで先進国だと思っていてはなりません。私たち日本の国は、今首都直下地震が来たら日本は崩壊します。私たち日本国の力で立て直すことはできません。もはやこれを支える救う力はアメリカにはもはやありません。あるのは中国共産党のみ。その時、中国共産党は日本を軍事占領し、明らかな植民地にします。日本の現状を直視し、対策を明確にし、前に進めようではありませんか。こんばんは、ありがとうございます。ありがとうございます。